今回はリキテックスのグラディーションメディウムを紹介したいと思います。グラディーションメディウムを買ったきっかけは、この特徴のところにグラデーションメディウムをリキテックスカラー20から30% 混ぜることによってリキテックスカラーの乾燥が遅くなり、ぼかしやグラデーションが楽にでき、ムラのない滑らかなタッチの仕上がりとなりますと書いてあるので、このぼかしとかグラデーションがヘッドメイクにどう効果が出るのかっていうのを期待してですね、このグラディーションメディウムというものを購入しました。この造形ムラの薄め液とグラディーションメディウムがどんな違いがあるのか、あと水と比べてみてどんな違いがあるのか、そういったところも評価できればなと思っております。ヘッドはスマートドールのカオスバンドルブランクヘッドを使って塗ってみたいと思います。左側は造形ムラの薄め液で描いて、右側はグラデーションメディウムで描いて、どういう効果があるのかっていうのを比較できるようにしてみたいと思います。プリコネのキャルちゃんをイメージして描きたいと思いますが、絵はあんまりこだわらないので見ないと思っています。ではいつも通り下書きして、本番書きみたいな感じでやってみたいと思います。グラデーションメディウムと造形ムラの薄め液は中身が違っていて、造形ムラの方は匂いを嗅ぐとシンナーみたいな匂いなんですよね。でグラデーションメディウムはそのシンナーの匂いが全くしない、無臭な感じの、無味かどうかっていうのは口に入れてないんで分かんないんですけど、無臭な感じがします。造形ムラの方も動画を撮る前に比較したんですが、トリオの乾燥が遅くなるような感じなので、グラディーションメディウムも乾燥が遅くなるっていうふうに書いてあるので、そこは似ているのかなと思いました。専門の人が使うメディウムなので、こうドールの小さなものとか、あと私が書いてる書き方でその効果が出なくてもまあ不思議ではないんですけど、単純にこのメディウムを使っただけでボケとかグラデーションが簡単になればすごくいいなって思うので試してるんですけど、造形ムラの薄め液はすごく薄く薄めても弾かれるような感じにならないんですけど、後で動画でも出てくると思うんですが、グラデーションメディウムはあんまり薄めすぎると弾いちゃうんですよね、なんでか。そこはなぜかっていうのはわからないんですが、
比較が分かりやすいように、ここにも武器みたいになっちゃいましたが、こんな感じでいつも使っている薄め液なので、特段何か変わったっていうところはないかなって思います。次にこちら右半分をグラデーションメディウムで薄めたトリオで塗っていきたいと思います。グラデーションメディウムは20から30で、それ以上を入れると乾燥しなくなるという話なんですが、比較のために薄め液と造形ムラの薄め液と同じぐらいにびしゃびしゃな状態で塗ってみます。びしゃびしゃだと冒頭でもう少しお話ししたんですが、ちょっと水を弾くような感じになります。水がまだらになる感じで、ちょっと弾く感じですね。昨日試したんですけど、この弾くっていう現象はドルフィードリームのヘッドでも同じように弾くので、ヘッドの違いというわけではなさそうでした。塗りやすさっていうのは特に変わらないんですけども、筆を置いて書くときに光沢がちょっと出るせいですかね。グラデーションメディウムの方が少しこうトリオの伸びがいい感じがするので、書いたときにすごく書きやすい感じがするんですよ。長い線を描いた時もはっきりと描かれるっていうか、線がはっきりと出るので、眉毛とかも長いのを描いた時に色がこうはっきり1回目で残る感じがするんですよね。でもっとせっかくなんでびしゃびしゃにして、グラデーションメディウムがこれは多分 70% とか 80% ぐらいで、ここに書いてみると、あ、こんな感じで、あまり薄すぎると弾いちゃうんですよね。今度はこの側面に水で 50% ぐらいで溶いたトリオを塗ってみます。今3種類書き終わって10分ぐらい経ったんですけども、水はもう乾いてますね。これは多分5分ぐらい、5分も経たないうちに乾燥してます。完全かどうかっていうとちょっと微妙ですけど、水のテカリはもうなくなっていて、造形ムラの薄め液で薄めた塗料は半分ぐらい乾燥した感じになってます。グラデーションメディウムで塗ったところは薄め液と同じぐらいの乾燥じゃないかなと。 70% から 80% ぐらいのびしゃびしゃな状態で塗ったところはまだ全然乾いてないです。乾燥の速さは水
造形村の薄め液、グラデーションメディウムの順番で間違いないかなと思います。ドライヤーで乾かしてこんな感じになってます。もう手で触っても両方とも塗料は手につかない状態まで乾燥しております。グラデーションメディウムでボケるという点なんですが、この縁がボケるというのはグラデーションメディウムを混ぜたからといってボケない、どちらかというとこっちの造形村の薄め液で結構薄めにしたところの方がボケた感じが出てるので、グラデーションメディウムを使ったからといってボケてくれるっていうことはないようです。こんな感じでかなり薄く塗れてるので、その薄さを残しつつまた上から上書きするっていうことをすればボケっていう効果が使えるんじゃないかなと思いました。では濃い色で本番に見立てたメイクをしてみたいと思います。グラデーションメディウムで薄めたトリオで2回目を塗ってみたいと思います。1回目の時はトリオがびしゃびしゃだと水が弾いたんですけども、下地があるので水が弾かないようになってるので、かなりびしゃびしゃに塗っても
全然大丈夫ですね。側面は水で塗った塗料を塗ってみたいと思います。2回目を塗り終わったんですけども、グラデーションメディウムを混ぜることによって自然とボケる、あとムラがなくなる、グラデーションが楽になるという部分については、このグラデーションメディウムを混ぜただけでは効果は得られず、きっとアクリル塗料の描き方をちゃんと勉強して工夫すればそういう使い方ができるっていうようなものなんじゃないかなと思いました。それなので結果としてメイクで使った場合は、そこに書いてあるような効果はちゃんと知識を持って使わないと効果が出ないっていうことだと思います。グラデーションメディウムは乾燥を遅くするということなので、書いてる時にあまりにも乾燥が早いって言った場合は、このグラデーションメディウムを混ぜてメイクに役立てるっていう風なこともいいんじゃないかなと。で、今回水で塗った場合、薄め液で塗った場合、グラデーションメディウムで塗った場合、この3つを試してみたので、水で塗った場合も非常に塗り方によっては良い使い方、早く乾かして次の作業をしたいような部分ですねには水で溶いてじっくり絵を描くところは、この造形ムラの薄め液で、これはペインティングメディウムっていうもののニキテックスの薄め液がこの中に入っているんじゃないかなと思ってますが、それがちょっと本物がないので確証は得られないんですけども、薄め液で薄めたものはしっかり描けるので、まあ、いつも通り描いて、もっと乾燥を遅らせて
書きたいって言った場合は、まあちょっと効果はあまり私はちょっとわからないんですけども、グラデーションメディウムを入れるっていうのも手かもしれないです。 YouTube の動画で結構塗料をびしゃびしゃに濡らして、でびしゃびしゃで塗るっていう動画をよく見るので、もしかするとグラデーションメディウムで薄めて、それをびしゃびしゃな状態で描いて、で乾燥させてムラをなくすっていうようなことを使ってる方もいるかもしれないんですが、そこも技術としてちょっと確証があるわけじゃないので、またメイクの中でそういうことをやって効果があったらご紹介できればと思います。こんな感じでちょっと汚い絵面なんですけども、グラディエーションメディウムのどういう効果があるのかっていうのを簡単に調べてみました。結果としてはあまり差は感じないというところだったので、また勉強をして皆様にご紹介できればと思っております。今回も動画をご覧いただきまして誠にありがとうございました。これからもいろいろ考えて参考になる動画を作ってまいりますので、よろしくお願いします。ではまたね。